古都・京都の文化財で世界遺産に登録されている金閣寺。そして、十円玉でおなじみの平等院法王堂。精巧な作りに思わずため息が出ます。この模型を作ったのは、北九州市小倉南区に住む松尾忠彦さん、86歳です。旅行に行ってみてね。 でこの屋根の形、きれいにこう瓦のそりとか、柱の,の一本から見た目が、もう全然、先人がこういうものを作り切ったということは、自分でもできやせんかなと思う、ミニチュアでもいいから柱や戸の細かい形はもちろん、屋根にはヒノキを潰したものを使うなど、質感も再現しています。 さらに、寺院の内部には、木で彫った阿弥陀如来坐像も置くなど。作品へのこだわりが、半端ではありません。これから雨がもらんように、こう張っていとかんと。<laughs> 見た目で、こうしちゃったら、雨が漏じゃんと、こう言われたら、困るからね。匠のような技術を持つ松尾さんですが、もともとは菓子メーカーの営業マン。昔、趣味でプラモデルを作っていた程度で、完全に素人です。 定年後10年前から始めた模型作りはすべて自己流ですいトレ設計図はパンフレットに載った写真や資料を参考に実際の大きさから屋根や柱などの長さを縮小して描きます とこことか3件とか書いてあるそうするとそれを大体2軒1軒半3メーターぐらいだからそれを小さくしていって自転からこう測ってみておあの広さ大きさを出すこんにちは。 この日松尾さんが訪れたのは自宅近くにある建設会社です向こう外に出しておるでああそうですかちょっと見てみます綺麗なのが出た松尾さんがいつも材料として使っているのは建設現場でゴミとなった木の切れ端でしたね。もったいないですよ捨,捨ててしまったらもう はいでしょあとはこれなんかは柱なんかのね大きい柱なんかにこう作るのにいいからね廃材でもこういうもんができますよって言ってから見せたらね他の人たちがおおこういうのでできるなで、自分もなんか廃材でやってみようかなと思われるかもしれないです。 捨てられるはずだった木は松尾さんの手によってぬくもりを感じる対策に生まれ変わります制作日数はおよそ1年完成したものは市民センターに展示されることもあるそうです何てうですかね行った人は思い出を語ってもらえばいいですね宇佐、まあ、神宮に行ってどういうことをおん、ね、頼んできたとか拝んできたとか誰々が行ったとか。 思い出してもらえばそれでもいいしねこれまで名だたる寺院や神社を作ってきた松尾さん次に挑戦するのは果たして宮島・厳島神社 <laughs> いいですね <laughs>